城山ガーデンは東京都港区虎ノ門4丁目と六本木1丁目にまたがる再開発地区である。超高層オフィスビルの城山トラストタワーや中日スウェーデン大使館、テレビ東京の一部機能が入所する日系虎ノ門別館などからなる。この地には古くから豪族が城を構えたことから城山と呼ばれ、江戸時代には大名屋敷が軒を連ねた。 1991年に森ビルグループの森ビル開発により、白山ヒルズとして再開発が行われた。2006年には再開発地区の名称が城山ガーデンに改められた。西側の麻布通り、東側の桜田通りのいずれからも奥まった位置にあり、東京メトロ、日比谷線上谷町駅より、徒歩3分、東京メトロ南北線、 六本木一丁目駅より徒歩7分ほどである。地区内には、上山トラストタワー、上山トラストコート、中日スウェーデン大使館、日系電波会館が立ち、これらのビルに囲まれるように光と緑と水の広場、上山プラザが広がる。このうち上山トラストタワー、上山トラストコートと上谷町駅近くの、上谷町 MT ビルは、上山熱供給株式会社より、 冷暖房用の蒸気、冷水による地域熱供給を受けている中核となる超高層オフィスビルは日本タバコ産業が主要テナントとして入居し、2020年1月に新設された家事の管理委員会もここに所在する。かつては上山 JT 森ビルの名称であったが、2002年5月に上山 JT トラストタワーに変更され、現在は 城山トラストタワーに改められている。所在地は東京都港区虎ノ門4丁目3番1号。45度の角を切り落とした直角に等辺三角形の平面を持つ。オフィスは直角の側に L 字型に配置され、底辺の側にエレベーターや階段、水回りが設けられている。外装は花崗岩を打ち込んだプレキャストコンクリート板と、 角野ガラスカーテンウォールでコントラストを強調している。地上12階、地下4階、倉庫数65個のマンション。1991年11月に、虎ノ門4丁目3番2号に竣工した。所在地は虎ノ門4丁目3番12号。元は駐車場として利用されていた場所であり、日経電波会館として1985年12月、竣工。 2016年10月までテレビ東京の本社機能や主に報道、情報系番組を収録するスタジオが入居していた。2016年11月にテレビ東京の本社機能が住友不動産六本木グランドタワーに移転したため、翌年に日経虎の門別館へ解消。現在はテレビ東京の一部スタジオを引き続き運用している他、同社関連会社や 日経 BP の本社が入居している。中日スウェーデン大使館所在地は、東京都港区六本木一丁目10番3の100号。スウェーデン人建築家、ミカエルグラニートにより設計され、1991年に完成した。ピンク色の花崗岩が使われ、丸く、こう描く外壁と、直線的に傾斜した屋根が特徴的である。城山トラストタワーに関するカテゴリー。 ありがとうございます。